皆様、こんにちは。こんにちは。バルセロナからユーミングです。はい。今日はおはようございます。こちらはおはようございますバルのセ時ロナか間ですらけユーれどミンも、です。聞こえてるかな？はい。聞こえ今て日まはおすはね。ようございます。こちらははい。ユーミンです。はい。皆様、いかがお過ごしですか？今日は7月12日です。はい。こちら暑い。日本もすごく暑いようですね。で、今日は曇ってるんですけれども、こうね、湿気がすごくあって。バルセロナはマドリッドに比べると湿気のある街なんですね。海が近いから。でも日本に比べたらそんなにないかなとは思います。さて、今週は色のお話をしています。色をテーマにね、お話をお届けしていますが、今日は色の色彩論、学術的に研究されてきたとか、その学術論、そして発表されたことの歴史をちょっと見てみたいと思います。ここにアリストテレス、ニュートン、ゲーテと書いてありますが、実はこの3人が色彩論、色に関しての学術的な発表をした人たちの中でも重要な人たちというふうになっているんですね。はい、見てみましょう。で、今まで色については、色は実は感覚であるとかね、色は、光の話から色の話に行って、光は色、光は電磁波、そして電磁波の一部で見える部分の波長がこう見えるように可視部分になっているところを可視光線というふうに光の定義をされていましたけれども、では色は何かというと、その中で光として、あるいは色として見えるものという、その可視光線の中の波長の違いによって色ができている。そして、できている。色として見える。そして、それは、私たちが見える視覚の中で、色の波長によって目が、受ける、刺激というふうになっているという話をしました。そして、その色は、色の認識をするためには、その光るもと、光源と、それから、その反射する、光を反射する物体と、そしてそれを受け取る人間の視覚、私たち自身の視覚、その存在が必要だよ、その関係で成り立っている状態だよ、というお話をしました。でも、それもすべて、今このお話をしているね、これもすべていろいろな研究があって、その洞察があって、そしてこのお話を、がいろいろ発表されている、私たちが信じているわけです。そして、その最初の色は感覚であると言ったのがアリストテレスでした。で、これは、一番最初の月曜日の日に色のお話をした時にアリストテレスのお話をしましたけれども、色は光と闇、白と黒の間から生じる色は感覚であるというふうに考えたのがアリストテレスです。アリストテレスは、紀元前384年ということに生まれたということなので、今から2000年以上前に生まれた方ですよね。で、その人が、色は物体の表面に存在し、その色が透明なものに作用するという言い方を、著書の、霊魂論って日本語ではなってるかな、の中で、いろいろな、そのね、人間の周りに対する洞察の中で、その色についての、章でお話をしているのが、色は物体の表面に存在し、その色が透明なものに作用するというふうに書かれている。で、その透明なものは色を伝える、媒介である。媒介っていうのは、要するに何かと何かをつなぐもの、何かと何かをつないで見えるようにする作用を与えるものですね。媒質、媒介とも呼ばれますけれども。で、その透明なものが色を伝える媒質、媒介であると考えたというふうに書かれていました。透明なものというのは、私たちが今このね、ある世界で空気として吸っているもの、あるいはそこまでの距離の間にあるこの見えないけれども何かあるという、そこですよね。で、この見えないけれども何かというものは、絶え間なく存在しているこの透明なもので、アリストテレスはそれに注目をしていた。そして、これが、この透明なものが色に対して
作用して、そして私たち視覚器官に作用すると考えたんだそうです。すごい。透明なものは色を伝える場所であると考えた。透明なものは見ることができるが、それ自体が見えるわけではなく、その先にある色によって見えるというふうに考えたのがアリストテレスの色彩論です。そしてその後、ニュートンが17世紀ですね。ニュートンが生まれたのが1643年、そして1727年まで、87歳で亡くなるまで、いろいろ研究をされた、数学、物理学、天文学者、神学者とされていますが、ニュートンがこのプリズムに光が当たると7つのスペクトル、虹の色に分光されることを発見したとなっています。で、ニュートンはね、リンゴが落ちるのを見て万有引力の法則を発見しただけではなく、このプリズムに光が当たって色が分かれる、そのことを発見したのもニュートンでした。で、ニュートンは光学といって光に関する学問を追求した人ですけれども、光学という本の中でアリストテレスの言っていたその色彩論とは違うよということを話しています。それが1774年か、発見したの、実際に発見したのは1666年ということですけれども、実際にその光学という本の中でそのことを、発表したのが1704年という、実に38年の月日をかけてそれを研究してというかね、それを確証して、発表したということですけれども、そしてそれでもこのニュートンがこのプリズムの中で光が分光するということを発見するまでは、アリストテレスの色彩論が一般的に取り上げられていた、信じられていたということでした。そしてこのニュートンは、宇宙にある全ての色は光によって構成されて、人間の想像力には左右されないというふうに、定義していました。で、このニュートンの人間の想像力には左右されないというニュートンの色彩論に、そうじゃないよというふうに、そのもっと心理学的なね、人間の心理学的な側面から色彩論を述べたのがゲーテなんだそうです。はい。私もね、このゲーテの色彩論がその心理学的側面で、このニュートンのね、言うところの、色彩論のに対抗していたというのは初めて知りましたけれども、はい。で、このゲーテは、色彩は光の行為であるというふうに述べている。色彩は光が行っていること、そしてそれを受け取るのは私たちというふうに色彩論の中で述べているということになっています。はい。いずれにしてもね、私が今日のこの中でアリストテレス、ニュートン、ゲーテのこの色彩論をさらさらっとお伝えしましたし、私もね、いろいろ調べましたけれども、ちゃんとその色彩論を読んだりしている中でお話ししているのではないんですが、その概要の一番大事なところだけをピックアップしてきました。その私の視点から見たときに考えるのか、こう思ったのは、アリストテレスは哲学的、あの当時ね、哲学的な観点、深いその観察と洞察で、色は感覚であるという、そして白と黒の間に存在する、光と闇の間に存在するというふうに発表した哲学的、色彩論というふうに展開した。そしてニュートンは物理科学的にこう証明してね、いろいろ検証してその色彩論を述べた。そしてゲーテはもっと人間の心理に迫った心理学的な色彩論を述べた。そんなふうに感じました。で、いずれにしてもね、色というものは私たちが、さっき言った光の元があって、物体があって、そして私たちの見えるというこの色彩のを感じる感覚があるからこそ見えるものという話をしてきましたけれども、その色の見え方も人それぞれ、そして色の受け止め方も人それぞれだなぁと今回の色彩論を見て思いました。
そしてこの色彩論の歴史の中で、これが正しい、これが正しくないという論争になったりしている場面が、書かれてありましたけれども、そのね、物事というのはどんどん探求、究明されていって、新しいことが分かっていくと、古いことは、あ、そうじゃなかったというふうになっていく。でもそれは決して間違っていたことなのではなく、その古いことの前提があるからこそ、新しいことが発見できたという歴史の、そのね、学問も含めていろいろなことの進化の歴史があるんだと思います。ですので、一概に間違ってる、間違っていないのではなく、今はどういうふうに受け止められているのか、そして一番大事なのは、私たちにとって、私たち自身がどう受け止めるのか、どう考えるのか、どう意識するのかというのが一番大事なのだと感じています。はい、ということで、今日は色彩論の中で、ちょっと歴史的なね、色彩論のお話、アリストテレスとニュートンとゲーテの色彩論のお話をお伝えしました。ちょっとね、難しかった。私もこう理解するのにね、いろいろ紐解いていくのに時間がかかりましたけれども、皆さんこんなことも知っていると、自分の世界が広がって楽しくなると思います。はい、ということで、皆様、今日も良い一日をお過ごしくださいね。はい、ありがとうございました。ではでは、また明日。失礼します。